こんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターシャイニングパールやっていきましょう。今日は伝説のポケモンクレセリアをゲットしに行こうと思います。現在地はミオシティ、ここから始まるらしいです。どこにいるんだ家の中にいる人と話をしないといけないみたいなんですけど、場所がちょっとわからないのでいろいろ探してるところです。ここじゃないみたい。イミシンですよね。今は入れないところ、今までのポケモンのゲームだと入れないところってなかった気がするんだけど、違うのかな。あれ、ここ誰もいないということはもう一軒あるところかな。おじいちゃんは知らないみたいです。とりあえずここのお家、船乗り並木の家、並木さんの家、寝てる子いる。男の子が苦しそうにうなされている。何か寝言を言っている。ダークがこっちを見て、え、ダーク、まさかうちの子が悪夢の虜になるだなんて。ミオにはね、昔から悪夢にはまり込んで目を覚まさなくなるって事件があったんだよ。どういうこと、ダークライえ、ダークライ出るんですか。あれ、私ダイパーやったことないからちょっとわからないんですけど、どうなんだろう。え、待って、隠された道がある。あ、これ今まで気づいてなかったです。え、この辺から行けるんでしょうか。うん、波乗りできるちょっと行ってみましょう。わあ、これ知らなかった、というか気づいてなかったです。話はしてたと思うんだけどな。トンボ帰り見つけました。あんた満月島に行ってくれるか。これよろしく頼むな。俺の息子を悪夢から目覚めさせるためには満月島で手に入る三日月の羽が必要なんだ。来たー。これでクレセリアに会えるようになりました。並木さんっていう名前なんですね船乗りさんの名前全然気づいてなかったんですけど、確かに船乗りの並木のって出てましたもんね。お家、息子さんなんだね。今まで鋼鉄島にしか行ったことなかったんですけど、これで満月島に来れました。帰りはまた送ってくれるみたいですね。というかどうたくんがこの幅だと行ったり来たりするみたい。これなんかちょっと楽しいけど、どうたくんが大変そうなんで、もう行きましょう。え、クレセリアゲットするときになんですけど、エムリットと同じ感じで徘徊するらしかったので、え、どうたくんに進化するときに覚えられる当選棒っていう技を入れてきてあります。これでゲットしに向かおうと思います。これは一応レポート書いたんですけど、ここで一回戦闘があるのかそのまま飛んじゃうのかちょっとわからないので緊張しますね。え、あ、これ三日月型になってるってことかな。ね、ぽいですよね。じゃあ話しかけてみましょう。あれ、あ、来た来た。おー、は、え、早くない？何もないよ。ポケモンがいた場所で何かきらめいてる。え、は、道具落ちてる。三日月の羽を見つけた。おー、これで男の子を助けられるっていうイベントになるみたいです。うわー、ここで何かあるのかなって思ったんですけど、ミニイベントまだ途中って感じですね。どんなのもらったのか確認しましょう。これもしかしたらなくなっちゃうかもしれないので今見ます。三日月の羽、あ、本当に三日月の色してるし形が羽になってます。月のような輝きを放つ羽、悪夢を振り払う力を秘めていると伝えられている。これでいいのかな。今あんたが出会ったのは三日月のポケモン、神王各地を飛び回る、そんな話を聞いたことがある。おお、そのきらめき、それが三日月の羽か。
よかった、息子も悪夢から覚める。これで戻れました。悪夢のダークってダークライのことなのかはちょっとわからないかったんですけど、ここでわかるのかな、どうなんでしょう。これでいい？男の子が苦しそうにしている。持っている三日月の羽が輝き出した。男の子の寝顔が優しい表情になった。目覚めた。なんか回復した時の音楽がポケセンの音楽ですねこれお、起きたか、よかった、本当によかったぞ、本当にありがとうな、あんたのこと一生忘れない。お前の元気な顔を見たら俺も元気が出てきた。船乗りの血が騒ぐ。お前ら後で乗りに来いよ。病み上がりだけどいいのかな、船はまだちょっと早くないですか。後でって今すぐ大丈夫？あんた本当にありがとうね。いやよかった。なんかもうちょっと話があるのかなって思ったら普通に起きてくれました。怖い夢、真っ暗な場所で真っ黒のポケモンがいる夢だけど、父ちゃんと母ちゃんの声は聞こえていたよ。真っ暗な場所にいる怖い夢を見たってことですよね。でポケモン、真っ黒いポケモンがいて、ダーク、なんでダークだったんだろう。なんでだ、今男の子が言ってるのは真っ暗な場所っていう話で真っ黒いポケモンがいたって話だったから、上事みたいになんか言うんだったら真っ黒のポケモンがって言いそうなものですよね。それでってことはダークってダークライっていうポケモンを知ってたからなのか、ダークって他にポケモンいましたっけ。ダークいやわかんない、なんだろう、意味深すぎる。ということでクレセリア追いかけてきました。この辺で出るような位置かなと思うので探してみましょう。だいぶですね時間かかりましたね。20分ぐらいかな。空を飛ぶで飛んで近くまで来てっていうのとか、あと追いかけてってしたんですけど、かなり動くスピードが速いので今回も捕まえられるかはわからないんですが、探しましょう。この辺だと多分なんですけど、どこだ、私が今いるとこと一緒なんですよね。ということは川の上とかかなと思うのでこっち来てるんですけど、この辺りね草むらが多分ないから、多分なんですけど波乗りしながら会えるんじゃないかなと思います。来たー、はじめまして、クレセリアが現れた。はい、一発目で多分逃げちゃうと思うので当選棒します。これこの技すると逃げられなくなるので、来た、逃げられない、やったー、うまくいきました、当選棒できましたね。でエムリットの時はヌを連れてきてたんですけど、ヌを変えると逃げちゃったりっていうのがあったので、技の方でって思って今回ドータ君に当選棒を覚えさせた状態で連れてきましたが、変えるの怖いのでこのままドータ君で削っていこうと思います。効果ありでこれぐらい、他の技だとどうすればいいんだろう、何ターンとかないので多分大丈夫だと思うんですけどね。でも変わるとちょっと怖いから、サイコキネスかシャドーボールかラスターカノンで削っていくっていうことをしようかなと思います。シャドーボールって大丈夫かな、威力80、ラスターカノンと変わらないのでタイプ1でもないし2倍ぐらいになるんじゃないかなと思いますが、黄色ラインぐらいまで来たー、危ない、もう一回いけるかどうかっていうところなんですけど、怖いからラスターカノンにしましょう。ああまただ月の光、これね回復があるので本当は挑発とかしたいんですけど、
入れたくないというか、どうしようかな。挑発を覚えさせてくればよかったかもしれないですよね。いやー、でも PP 考えると多分あった方がターン稼げるんですよね。どうしよう。しょうがないかな。ちょっと倒れないようにしないと。四天王戦もう一回やって殿堂入りをまたしないと復活してこないはずなので、倒しちゃうと殿堂入り必須になるんですよね。でももうすでにアグノムかな、あの逃がしちゃってるというか倒しちゃったかなんかしたはずなので、私が間違って逃げるをしたんだったかな。なので一回ね、殿堂入りしないといけないのは決定してるから、うまくいけば捕まえて、でダメだったらもう一回アグノムと同じタイミングで殿堂入り後に探しに来ようかなと思ってます。はい、なのでちょっと強気にね、峰打ちじゃないけどギリギリまで削れるかなっていうところを選んで技かけます。お、怖っ、怖い怖い、危なすぎる。はあ、びっくりした。これで投げましょう。もう怖い怖い。ハイパーボールで、今回タイマーボールもあるし、他のボールもね用意してあるので、戦闘のターンの数が増えていったらタイマーボールも投げていこうと思います。それまではモンスターボールとハイパーボールを投げるのと、あとはあの状態異常がかかってるわけじゃないからヒールボールはなんとかならなさそうだし、どうしようかな。レベル差もちょっとあるからネストボールとかどうしよう、いろんなボール投げてみた方がいいかなと思うので、とりあえずやってみます。来る、なんで最後の1回がもう回んないよ。もう逃げない、なんか逃げられなかったっていう風に出てからしないですよね。でも当然もうかけなきゃいけないかもしれないからちょっと怖いので、このままにしましょう。怖いな。いや、まとりあえずボールを投げて入ることを願います。月の光と霧柵でしょ。霧柵って確か PP 多かった気がするので20ターンぐらいはいけるのかな。そんな感じですよね多分。ここから先かどうしよう。投げるボールを考えないといけないですね。数はまだあるのでなんとかなりそうですけど、ターン数を数えてなかった出してる技も、あ、サイコカッターか。サイコカッターって10とか15とかですよね。少なめにして10だとしても、切り裂くで25ターンぐらいはあるってことかな。月の光もまだ残ってるからいける。できればねモンスターボールとかに入ってくれるといい思い出になるからいいんですけど、どうしよう。また回復してる、悲しい。これくらいでしょ。シャドーボールかな。怖いね。ラスターカノン2回とかもしかしたら急所っていう可能性もあるので、ここで攻めるのはちょっと怖いですよね。危ない、よかった、こっちにしてタイプ1でしょ。 1.25 で今入ってるので、シャドーボールだと倒れちゃってたね。危ない。半分ぐらいだったらラスターカノンにしますね。 HP がもう満タンだなっていうタイミングだったらシャドーボールを選ぼうと思います。これは何にも回らないから長くかかりそうだっていうのは分かりました。エムリットよりも怖いかもしれない。どうしよう。あとあれですね、よく考えたらカットイン入らなかったですね。なんでだろう。プレゼリア当たった時に主人公、私のキャラクターが先に出てこなかったので、
V 値とか違うのかな、個体値がちょっと他の伝説と違うのかもしれないなって思います。たまに出ない時も ある気がするけど、なんか1回目だけは出ていた気がするんですが、どうなんだろう、ちょっと困ったなあともうちょっと峰打ちだったら削れるんですけど、ドータくんから変えるの怖いですよね。あ、ゴージャスボールもうダメなのか一回も回らないですね。ここで他のボールも投げましょう。すごいなんとなくですけど、タイマー、そろそろターンは10ターンぐらいにはなってるはず。難しいな。うん、神秘の守りはまだ PP ありますね。ネストは捕まえる野生のポケモンが弱いほど捕まえられる。10レベルぐらいあるから、たまあ、入ったりもすることあるんだけど、ダメ？ネストもネストボール入りクレセリアとかちょっとかわいそうかわいそうだから違うボールがいいですよね。ヒールは状態上じゃないからな。ハイパーボール、やっぱりハイパーボールかタイマーボールかの二択な気がしてきました。どっちなんだろう。困った。サイコカッターとか打ってくるけど、ドンタくんだとね今一つなんで、まだ壁で使えますよね。タイミング見て危なくなったら回復はしようと思います。ハイパーボール、回ってくれないですよね。お、やっぱ1回いっぱい回らなくなってきちゃった。どうしようかな。同じボール投げ続けるとなんか体勢というかあんまり入りづらいっていうのも聞いたことがあった気がするんで変えます。でもそろそろターンもいってるのでタイマーボールもいける気がするんですけど、違うのかな。もうちょっと削ったりとかするのは必ず倒れると思うのできついですよね。サイコピナイス絶対倒れるでしょっていう感じなんで、できないできないな。怖すぎますね。どうしよう。結構投げましたよね。だいぶ投げてる気がします。急所に当たった。ハイパーボール、全く回らなくなりました。どうしよう。月の光もうないんでしょうか。なんかそろそろ回復入ってもいい気がするんですけど、違う技ばっかりですね。もう神秘の守りしか残ってない。いや切り裂くはあるはずなんだけどな。お願い、もうきつい、もうきつい。お、あ、やっと来た。ありがとうございます。すごいよ長かった。はい、ドータくんだけでいけました。ちょっと危ないかもしれなかったのでハチマキをね持ってきて一発目は絶対耐えられるようにしてみました。はい、クレセリア三日月ポケモン、飛行するときはベールのような羽から光る粒子を出す。はい、で三日月の化身と呼ばれています。三日月の羽は、大事なものだったんで残るみたいですね。せっかくなので連れ歩きもちょっとしてみたいなと思います。いや、よかった。これで一緒に歩く。あ、かわいい。サイズ感もすごくいいですね。はい、ということで今回はクレセリアゲットに行ってみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you.